サンタンジェロ城テベレ川対岸から見たサンタンジェロ城とサンタンジェロ橋サンタンジェロ城はローマのテベレ川右岸にある城塞である。日本語訳によっては聖天史城カステル・サンタンジェロとも呼ばれる。正面にはサンタンジェロ橋がある。約700メートル離れたバチカンのサンピエトロ大聖堂とは城壁上の通路でつながっている。135年。 ローマ帝国の皇帝で、いわゆる五賢帝の一人ハドリアヌスが、自らの霊廟として建設を開始し、アントニヌスピュース治世の139年に完成した。霊廟は綺麗な円形平面をなし、太陽を象徴したハドリアヌスが戦車を引く像が、頂上に設置された。しばらくすると、軍事施設として使用され始め、403年にはアウレリアヌスの城壁の一部に組み入れられた。 14世紀以降は、歴代のローマ教皇によって、要塞として強化され、また、同時に、牢獄や避難所としても使用された。16世紀前半の教皇クレメンス7世は、ローマが神聖ローマ皇帝軍により、恐ろしい略奪を受けている間、皇帝カール5世率いる、ドイツ人傭兵の包囲に抵抗するため、この機能を使用した。17世紀前半には、教皇ウルバヌス8世が、 サンタンジェロ城の教科に努め、1667年に教皇となったクレメンス旧世は、バロック芸術の家で旧友のジャンロレンツォ・ベルニーニにサンタンジェロ城の装飾を依頼しており、橋はベルニーニ自作の2体含む10体の天使像の彫刻で飾られている。サンタンジェロ城の名称は、590年にローマでペストが大流行した際、 時の教皇グレゴリウス一世が城の頂上で剣を鞘に収める大天使ミカエルを見てペスト流行の終焉を意味するとしたことに由来する。その故事を記念して16世紀にラファエロ・ダ・モンテルーポによる大理石製の天使の像を城の頂上に設置した。1753年からはピエール・バンバー・シェイフェルトによる聖堂星の像が設置してある。なお、サンタンジェのは 1933年以降は博物館として利用されている。ありがとうございます。